初めは誰もが無力だった。不死身の勇者も、高名なる錬金術師も、王室料理人も、初めは何の力もない、ごく普通の人間だったのだ。だが、彼らは誰よりも夢や希望を強く抱き、追い続けた。だからこそ、世に名を轟かすほどの存在になれたのだ。夢は追いかけていれば、いつか必ず叶うものなのだから。やっと話が終わった。入学式の話でおじいさんが出てきたから長くなりそうって思ってたけど、ずっと立ちっぱなしで足がしびれちゃった。以上で入学式は終了です。新入生の皆さんは教科書を1冊ずつもらってから速やかに退出してください。出口は入ってきたところと同じでいいのかな。なんかみんな力出てるみたいだけど。どうしよう、変なところに出ちゃったみたい。こっちは出口じゃなかったのかな。あら、エルフィールじゃない。先生、あの、私どうやら出口を間違えちゃったみたいで、どこに行ったら外に出られるんでしょう。他の人にくっついてきたのね。ここはアカデミーの寮棟よ。生徒の大半がここで生活するのよ。ですか。私まだ全然わからないことばっかりで、もう何が何やら。そうね。ではこの際だから、何か質問があったら言いなさい。わかる範囲で答えてあげましょう。そうね、あなたが優れた錬金術師になりたいのなら、今全然足りないものが2つあるわ。それは技術とお金。まずこの2つを充実させることから考えることね。どうしたらいいんでしょう。技術を身につけるにはひたすら調合練習よ。やったことのない調合でも恐れず挑戦するの。何度もやったことのある調合でもやればやるだけ身につくわ。絶対錬金術師になるんだっていう貪欲さが必要ね。頑張ります。でもね、技術を身につけるにはどうしても少なからずお金が必要なの。調合する材料は買ったり外で見つけてこないといけないから。
拾ってくるならただだけど、町の外は盗賊や怪物がいるから、あなたを守ってくれる護衛の人を雇う必要があるわ。新しい調合を覚えるには参考書が必要だけど、本を買うにしてもお金がいるでしょ。とにかくどうにかしてお金を稼ぐ必要があるわね。さて、他に何かあるかしら。そうね、手持ちのお金だけでは苦しいでしょう。お金を稼ぐ方法を考えないといけませんね。あなたが売れるものをたくさん持っていれば問題ないのですけどね。物はない、しかも身につけている技術もない。これでは少なくとも今のままでは向こうからやってきてくれる仕事はありません。あまり若い女の子に勧めるのは好ましくないのですけど、酒場に行ってごらんなさい。酒場？そう、いろいろな仕事が舞い込んでくるところよ。中にはあなたでもできそうな仕事があるかもしれないわよ。とにかく初めは苦しいわ。早くあなたが周りから信用に足る人間だと思われるようにならないとね。さて、他に何かあるかしら。ここだけの話、事業で得られることはそんなに多くないの。どんなにすごい実験でも見ているだけではダメなのよ。ちゃんと自分の力で実験して初めて身につくのよ。失敗もするでしょうけど、とにかく暇を見つけて実験あるのみね。努力していれば誰も見ていないようで、案外誰かが見ているものよ。必ず報われる時が来るわ。さて、他に何かあるかしら。そう、まあ困ったことがあったら、あなたの工房の入り口に貼ってある張り紙を見なさい。あまり参考にはならないかもしれないけど、アドバイスをいくつか書いておきました。私の部屋に来てもいいですけど。はい、頑張ります。